れここなんか良さそうだよ、なんか。そうだからここいいからなんかね、釜で炊くご飯だもんね。ここ行きたいんだよ。だから帰りここ寄ろうよ。寄って食べていこう。ここで帰りにお食事と温泉に入りました。葛場峠は新潟県糸魚川市にある峠、標高は440メートル、神原峠とも言う位置。峠の名前は葛の群生地であることに由来している位置。概要、姫川に沿って糸魚川市の平岩集落から小谷村の湯原集落の間にある峠。かつては潮の道、全国街道の難所として知られた。江戸時代には松本藩に塩を送るための供給路で、急坂の途中に塩を運搬した牧歌と牛が木陰に休んだと伝えられている位置。明治以降は付近の猫鼻の橋を経由するルートが姫川の増水のたびに何度も橋が流出したため、現在の葛場峠経由のルートに変更されているに、現在は国道148号の旧道新潟県道375号平岩停車場鎌原線が存在している。空丘道は峠の南側斜面が1995年に発生した 7.11 水害により崩壊し、長らく不通状態であったが、2006年から斜面の復旧工事が行われ、2015年には通行可能となっている。なおこの峠自体は県境となっておらず、峠から南へ2本目の沢にある国会橋鎌原沢が県境となっている。え、この通りあんの？ある。露天風呂もあるんだ。人気の名湯だ。ここをずっと行くんだ。いけません。あ、峠あるわ。あるでしょ、葛葉峠。葛葉、葛葉峠、葛は峠って言うんだよ。葛葉峠だそうです。
だよ。あと4分なんだよ。最後までご視聴ありがとうございます。エンド。